昨日捨てた男には思いを馳せる明日もなく、さまよい歩く心の荒野、招くは怒りか憎しみか。女、古文じゃどこだい。どけな。俺だって巫女神の城口には何の意思遺憾もありゃしねえ。するとあっしの命を狙うってのは本気なんですかい。その車を古文に待て。城口さん、おめえさんには用はねえ。怪我したくなかったらとっとできな。そいつの言う通りだ。俺のことはほっといてもらいたいな。あ、そうかい。そんじゃゆっくり見物させてもらうぜ。おめえがくたばってくれりゃこんな嬉しいことね。小文治さん、あいにくだったね。せっかくだけど助けてもらいたくないんだよ。やっしゃってる野郎を完了するとバカな話だぜ。今小文治さんは切れるかい。切れないんじゃないのかね。つきまとうのもいい加減にしろい。奴の面倒は俺の情けじゃねえ。なことは小文治だと分かったら、どの道俺たちは命のやり取りをするんだ。